はい、どうも VIP です。やってきました VIP です。よろしくお願いします VIP です。ということですね、本日はですね、日本国民の多分おそらく9割8分は楽しみにしてた企画です。はい、則本選手使ってみたです。ありがとうございます。いやー、もうね、散々乗りチャレして、この前のね、自チーム契約書からゲットした則本選手なんですけども、もうみんなからね、使ってくれ、使ってくれと、お前がそんだけ欲しいと言ってた則本選手は、この世界でどんだけ通用するんだというのね、かなりコメント欄でいただいてましたんで、今日ね、その強さを証明します。はい。もうこんだけ欲しいって言って、やっとゲットして、打たれたら、もう俺、今までの努力は何だったんだということになりますから、もう早速使っていくんですけども、ちょっとね、称号チャレンジだけパッとやって、だから行きましょう。はい。あとセレクション決まりましたね、セレクションの選手。まあ他の方がね、多分動画上げてると思うんで、僕は一切取り上げません。はい、改めます。っていうことですね、則本選手結構いますね。あれ、料理持ったんちゃうかな。あー、これだけでしたね。則本選手ね、請求が3上がってほしいんですよ。なのでね、多分ね、ミスターコントロールか精密機械だと思うんですよね。なのでちょっとね、遊んでいいっすか。京田選手でね、ちょっと遊んだんで、だいぶ国書溜まったんですよね。まだプレゼントボックスにあるんですけど、はい。いやー、けどね、これ多分ね、ブックがないときついんですよね。ちょっとブックつけていいっすか。3つ、3つブックつけるわ。さあ来い。シュピーンやね。最低限シュピーンですね。なんでやねん。喧嘩すな。平和に行こうぜ、平和に。請求さん厳しいかなー。さあ来い。あかんわ。圧倒的な請求の方がいいな。ちょっとブック回収する。さあ、ってことで、ブックが結構あるので、もう5個つけちゃおう。はい、もう一発勝負です。はい、一発勝負じゃないけど、もう3発やったけどね。さあ、来い来い来いガー死者勝利の死者。あ、これ勝利の死者の方がいいかな。え、マジか。ちょっと待って、マジ ?3 つ。うん。ちょっとイモるわ。いやー、もったいないかな。最初からやれっちゅう話やけどね。あー、もうあかんわ。さあ、自チーム楽天にしましたと。あーと、ほんでね、今のプラチナランク帯マジで強いんですよ。ちょっとこの方打率はめちゃめちゃ高いわけじゃなかったけど、普通に3割の方とかに僕生放送で負けてるんで、ちょっとこの方に則本選手が通用するかもすごい楽しみですね。はい、さあ行きましょう。さあ今大谷選手、もうすぐあと3時間後でオールスター始まりますね、メジャーの。今午前6時14分なんで、僕ちょっと前に起きたんでね。早起き。1番ピッチャー大谷選手かな、今日は。1番 DH になるんかな。3球目は何で来るか。さあ楽しみですね。で、佐藤輝選手は5番に置いてます。おいしょー。うわ、深っ。マジかよ。さあお願いします。さあ2球目は何か。抜ける抜ける。あー、ボールかよ。さあやばいですね。昨日から千賀投手全く出てないわ。狙い球を絞る中、なんか最近ね、反応値になってるんですよね。もう何も考えてないんですよ、打つ時。球種を読んで打てば多分ビップは打てるんで、今これ球種読んでます。心が読まれてるね。そういうことね。はい、読んでますから今。さあギータ、ホームラン競争めっちゃ楽しみですね。日本の大谷選手がね、負けたんですよ、ホームランダービーで。もう食欲がなくなって悔しすぎて。やっぱりね、まあ、その相手の方の選手もすごかったよ、外選手もね。ただやっぱ日本人としてやっぱ負けるん悔しいじゃないですか。あ、ごめん。なのでね、ちょっと食欲がなくなってずっとご飯食べてなかった。ただね、さっきツイッターでもつぶやいたんですけど、まあ、ダルビッシュさんがね、故障の現状のブログを見て、ちょっとね、元気が僕回復しまして、食欲がね、ものが喉に通るようになったんですけども、ホームランダービーメジャーも楽しみやったけど、日本のホームランダービーもすごい楽しみですね。さあ則本選手、もうこれ則本選手通用せんかったら、マジでほんま瞳を閉じて歌うわ俺。よし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 、瞳を閉じて歌うよ。もうそっと瞳閉じますよ、マジで。サークルカーブ、まあ打たれない、打たれることはないでしょう、おそらくね。こんだけずっと欲しいって言ってた俺が今現状で一番打ちにくい則本選手。うん、絶対打たれない。でフォーク、この外角がね、なかなか飛ばなくなったことによって、このフォークとスプリットがまた一段と強くなるっていうね、チートですよね。でこれもね、この高さからボールになるんですよね。あ、これはちょっと、うん、あ、これいいとこやな。甘い甘い。お、ボールになった。今ボール球やな、今のな。いや強っ、強くない、則本さん。さあ佐藤輝、応援歌当てたみたいですね、よかった。あー、ナイスボール。ホームランまだ出てないからな。はい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 。お、ルーキーにはストレート攻めか、千賀投手。俺のストレート打ってみろと。
俺、ああ、なんでボールな。まあ則本選手が1点やったら大丈夫やけど、いや千賀投手のこのストレート攻めマジで打たれへんわ。さあ長径してるからちゃんと打ちたい。いや長径してんねんな。取られそう。あーよかった、やっぱタンケ、さすがタンケ。さあここで代打、これは村上選手かな。さあ楽天の応援歌ちょっと変えたんですよね、あのダウンロード応援曲が入ってたやつを変えましたんで、あんまり聞いたことない応援歌これゲームでは。おっと、おーここで吉野部か、なるほど。ホームラン競争楽しみよ村上選手も。誰が勝つやろな、俺が勝つだろ。あー俺が勝つな方無理やったな。やばい、もう1点ぐらい入れときたい。初球は何で来るか、落ちて、頼む頼む。いややば、大丈夫大丈夫大丈夫よ、則本選手やもん、尻上がってるやん、ほらめちゃめちゃケツ上がってるから、絶対大丈夫。さあスライダー、はい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 、カットボールも投げちゃおう。則本選手カットボールのイメージないからな。はいはいはい、でフォーク来ると思わせのストレートね、完璧でしょこれ、早いからこれ。おお、今ここから落とそうか、これボール球、はいナイスボール、はいこれボールになる、はい強いでね。いやーこれどうしようかな、いや遊ぶ遊ぶ、いやナックルカーブ結構変化量大きいから、これボール球なって、ナイスナイスナイス、おっしゃー。コントロールもそんなに制球77やから悪くはないんですよね。でこのスプリットね、さっきフォークでボールになったから、これはストライクになるんよ。はいはいはい、で同じコースからもう一回フォーク落とすと、はいボールになりますこれ、はい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 、でインコースのカットボールでちょっとだけ遊びますね、はい遊びを垣間見さします、はいありがとうございます。で今結構フォーク連投してるから、もう急にストレートときたらマジで打てないで、引っ張り警戒、長打警戒もったいないから、はいモータンちゃう、これもう詰まるやろ。おお、これさっきあそこからフォーク落としてるから、えフォークじゃないの、うんそうやね、そういう判断ね。で次はフォークなんですよ、はい、え次ボール球に投げんのかーい、あー振らんのかーい。だからこれね惑わすね、このフォーク、これ落ちるか落ちないかまだ僕にも分かりません、はっきり落ちましたね、ありがとうございます。さあ2試合目ですね、4試合消費してきました、はいなんとかね勝ったけど打率は下がる一方です、はいさあお願いします。さあ則本選手、まあ打たれないでしょう、はい打たれません、うん、もうね安心して投げる。結構ね今日ねちょっと途中でめっちゃ強い人とかと当たったから、その人とかにちょっと試したかった部分あるけど、この方もね相手のオーダーみたい結構強いんで、はい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 、いや強えな則本選手、強い。チェンジオブペースあんま投げない方がいいんですよね、はいはい。 あれまあ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 、とりあえずこれでカウント稼ぎたい。いやーこれカウント稼いで欲しかったな、これカウント稼いで、いやーストライクでしょ審判、キャットボール、よしよしよし、うーんスプリットかな、いやーベストピッチで、あの日見せた泣き顔涙照らす夕日肩のぬくもり、まあ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 ですよ、はいはいはい、全然全然、よしよしよし、今のはちょっとあからさまな配球が悪かったよね、振る、あーしよしこれ、うん、振るんよ、見えてないんすよ、見えてないんよ相手は、はい見えてない見えてない、怖がるなビップ、ここでスプリット投げたら絶対持っていかれる、あんまい危ない、あーけど今のもボールになったんやな、いやーおしゃ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 、いや見え、うわもったいな、あのスプリット、あのスプリットもったいな、はいはい、いや強いわマジで、これはねマジで安心、はいはいはい、いやもう安心と信頼の則本選手と成長しますこれは。さあちょっとカットしてるか分かんないですけど一応喋っとこうかな、ゴレイ、さあ35号です、はい VIP の動画で大谷選手33号で止まってます、おそらくあのメジャーリーグ本場ではね、けど僕は昨日から含めて2本打ってます、35号です、ありがとうございます、はい周平うまい、しかもこれマー君、あそっか、しかも今日マー君投げてたな、
確か今日とか昨日かギータがホームラン打ってたね。ミスった。さあリアルで再現しようじゃないか、ホームランをスライダーやったね確か。はいはい、ちょっと方向は違うかったけどマジで再現すると思った今。あ、え、これ入ったら再現。おーしーもうちょい飛んでたけどね、リアルのギータはガチで再現するとかだった今。おー、え、アルカス。あー、宮西さん、うわ全部出た。いやけど相手の大ピンチも出たか。ちなみにね、4試合のうちでね、あの消費試合でホームラン打っちゃいました。はい、初ホームランは動画外です。よっしゃー、一応動画内では初タイムリーになるんですかね。相手タイピンチ出てないよこれ、持っていくよ。あっ、やばい、ここで点取っとかないとマジで危ない。うわー、ダメだこれ。ほら、よっしゃ、これはね無理やりボール球をヒットに持っていく打法です。今のはボールって分かってたんやけどあえて振りに行くんですよ。あれは頼む、超えてお願い。よーし、いやこれ今日ね、もう一回則本選手もう一投投げたやつなんですよね。神田、さあ行きましょう、強いよ。もう3点差は全然怖くないっす、マジで。はい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 、全然怖くない。ほい、はい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 、これもう一丁投げたら詰まるで、見といてな、詰まるで、絶対詰まる。ほらね、強い。うわやば、ちょっと待って、この丸選手は抑えたい。まずは先頭バッターを打ち取っています。これ甘いか。よし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 、いやマジで強いわ。今度も振るんちゃん、もうこれボールなるから。はい、あざーす、勝ったわ、これは勝った。あ、消し去ろうと願うたびに心が体が君を覚えて。Forever 瞳を閉じて君を描くよ、それだけでいい。たとえ季節が僕の心を置き去りにしても。ちょっと待って、ミスった。ちょっとなんで、なんかおかしいぞ、タッチが手でやってんのに。これ大丈夫か、これ抑えれる。森本さん、そうですね、甘くない、危ない。よしよし、やったー。